帰ります。ちょっと緊張します。ちょっと緊張しますね。じゃあもう一度行きましょう、はい、お願いします。それではよろしくお願いします。素晴らしい。ただ頭のギターはあれは何ですか？それ行くわけやな。コーチの弁解させてもらうんですか、はい、これ普段ほんまはピアノイントロなんです。あ、そうなんですね。初めてギター今日弾いたっていうのをお前が言わんかアコギバージョンはもう初めて。今日朝6時に来てずっと練習してたんですけどね、いやそれはして、しかも朝で指も動きづらいですもんね。でもなんとかなりました。いやいやいや、もう貴重な映像撮れましたよ。オブジェを見せるというね。あれねって言ってもらってすごい良かったから本当に助かりました。これ年末のスペシャルで流させてもらって、オブジェさんも見せるって。でも本当に素晴らしかったですね。貴重な時間ありがとうございました。そしてですね、はい、こちらの曲、どんな思いが込められているんでしょうか？この歌は原作オレンジというコミックが映画化されるということで読ませていただいて作ったんですけれども、
やっぱり映画に合わせて作られたということですよね。そうですね、はい、まあ、大切な人がこの先ちょっとこう未来がわからなくなるというか、こう迷ってる人を守りたい、でもどうしたらいいかわからないという時に手紙が届いて、それ通りにこう人生を歩んでいくんですけど、日々をでも未来は変えられるんじゃないかっていうふうに思いながら日々を生きていく、そういう時にこう枝が見えてきて、この枝の先にはまだ未来ないんだけど、ここにこそ未来があるから、そこで諦めないでほしいなという思いを。小渕さんと黒田さんの思いのこもった歌、伝わりましたね、本当にそれがね、はい、そして上重さんは、はい、お二人に聞きたいことがあるの。17年間の私も思いがありまして、はい、高校3年生の時、98年の冬だったと思うんですけど、うん、大阪に天王寺っていう駅がありまして、そこのミオっていう駅ビルの前でものすごく歌のうまいお二人が歌われていて、私普段そう足止めることないんですが、はい、もう1時間ぐらいずっと聞き惚れていて、で後にそれがデビュー前の小袋さんだと私はずっと認識していて自慢してるんですけど、確認作業まだ取れていないんですけど、歌がうまかったのであれば僕らです。自分自分で言うんだけど、その場所行った方がありますか。ああ、そこでずっと僕ら、あ、じゃあそうだ、よかった、やっぱりそこそんだけ目を引く感じだったっていうことですね。もう、いや、すごかったです、はい、いや、なんかありますか、その時の。ありがとうございます、はい、それでね、戦えたんだよね、はい、そうです、あ、もう、戦った後ですね。戦った後ですね。そうですね、戦いました、あれね、はい、嬉しいですね。さて、今回お二人が主題歌を手掛けられた映画オレンジは10年後、未来の自分から手紙が届くところからストーリーが始まります、ね、ということで、こちら、どうしても伝えたい10年前の相方へお手紙ということでですね、前もって、ごめんなさい、聞いてみるとね、小渕さんが背小さいわけじゃないんだな。はい、黒田さん大きいんだよね。93です。だって川西君と僕も結構大きい方だけど、はい、小渕さんも結構ね、170ちょいありますもんね。69まで。79ぐらい。すごい傷つきましたよ。結構分厚めで入ってるから。身長差が。ということでですね、前もってお二人から10年前のお互いに向けたメッセージというものをお預かりしております。10年前のお互いに、はい、はいはい、なので黒田さんからまず10年前の小渕さんへ伝えたいことがこちらです。来年リリースするベストアルバムが350万人以上の方に聴いてもらえるよ。ちょうど10年前なんです、はい、てか、そうか、はい、そうですね、っていう手紙にしようかなと思ったんですけど、はい、やっぱり今日朝アコギ間違えるよっていうのに書いてました。もうちょっと必死に練習する。そう、コーリーはいつなのに練習しろよ。だけそれに書いていいですか。それが届いたらやべえじゃん。ちょっとまた俺間違えてないんだけど。もうやめてもそれ。チェンジということですね。はい、すいません。ね、350万枚も、はい、多くの方に。20年前ですね。ありがとうございます。はい。さあ、そして続いてですね、その小渕さんから黒田さんへのメッセージなんですが、はい、そこには驚きの事実が書かれていました。衝撃の内容は CM の後です。10年前だ。